会長、二階俊博新しい波は、かつて存在した自由民主党の派閥。通称は二階派または二階グループ。2003年11月の第43回衆議院議員総選挙で、保守新党の当選者は4人にとどまり惨敗。自民党からの要請で会党し合流することになった。その時、保守新党幹事長であった二階俊博が、旧保守新党勢力を散らさずにまとまって、 行動しようということで、衆参計7名で新しい波が結成された。党内最小の派閥だったが、2005年の第44回衆議院議員総選挙において、2回が党総務局長の立場から候補者選定に関与していたこともあり、所属議員が倍増した。このような互助組織的な結成の経緯があるため、所属議員はほぼ復党。 途中入党組と初当選組で占められていた。二階と、竹部勤務における仲の良さから、竹部への新しい風との関係が良好であった。比例区選出議員が多く選挙地盤が不安定だったため、自民党が大敗した2009年の第45回衆議院議員総選挙では、両州の二階を除く、全衆議院議員が落選した。同年10月29日、 二階と同期の伊吹文明が会長を務める志卒会と合流することになり、同年11月5日に二階ら3名の所属議員が伊吹派へ入会し、二階派は解消した。以下は2009年11月5日の解散時点の構成である。総選挙後、海部、愛知、井上、松並、富士野、矢野は引退。江崎、金子、伊藤、岩木は、 志卒会に合流して政治活動を続け、江崎と伊藤は第46回衆議院議員総選挙で帰り咲いた。川城、長崎、清水は離党したが、うち川城と長崎は特別会員や参与の形で志卒会に参加していた。自民いぶき、二階両派が合流へ11月5日の予定。 四十七ニュース。http。コロンスラッシュスラッシュ www 47。47neWS。と jp。スラッシュ cn。スラッシュに零零九一零。スラッシュ cn。二零零九一零。二九零一零零四九一。html。二零零九年十月二十九日閲覧。自民。二階派。伊吹派に合流。衆参十八人に。 読売オンライン、オリジナルの2009年11月8日、時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/.web/.20091108172504/.http:/www. 読売 COJP、ポリティックス、ニュース、 2千九9万1105と一 1T00674HTM2009 年11月5日閲覧。ありがとうございます。